川島達夫5月22日から1944年6月13日は日本の海軍軍人。海兵64機の首席卒業者で太平洋戦争において両36潜水艦艦長として戦死した。最終階級は海軍少佐。弁護士の逸夫として東京府に生まれる。本席は千葉県。武蔵高校尋常化を経て、 1937年3月海軍兵学校を卒業。海兵64機の同期生は160名であった。練習艦隊を終え、翌年3月海軍将尉に任官。川島は、従順、熊野、駆逐艦、朝顔、戦艦、伊勢らの水上艦艇,艇乗り組を経て、伊55潜水艦航海長に就任し、潜水艦長、田植木きを補佐して、 戦技優勝を果たす。日米海戦は、駆逐艦、時津風水雷町として迎えた。駆逐艦、時津風は、第二水雷戦隊第16駆逐隊に属し、駆逐艦長は、中原義一郎であった。海戦後は、フィリピン攻略戦に従い、レガスピー上陸作戦などに参加している。1942年1月、海軍隊員に進級していた川島は、 潜水学校特集科学生となった。日本海軍において潜水艦は海兵出身者に人気のある進度ではなく戸高一世。5月には三3 1潜水艦水雷町に補えされた。同艦は竣工したばかりの新鋭艦で8月まで完熟訓練を行ってから南方へ進出しカダルカナル島への輸送任務に就いた。1943年2月から 翌年の2月まで潜水学校で教官を務め、また公主学生として潜水艦長養成課程を卒業した。潜水学校長名で連合艦隊司令長官に提出された潜水艦選果発用対策は川島が主筆者である。当時の潜水学校校長は山崎重明で川島は同期生と卒業の挨拶に山崎家を訪問し、山崎は 全都の厳しさを予測しつつ、川島らの総統を祝った。川島は、第六艦隊に所属する、旅36潜水艦艦長に補いされ、マーシャル方面での偵察などを行っている。3月10日、海軍大学校を卒業し、第六艦隊参謀となった、長賀健之助は、トラック島に着任したが、そこには、川島、板倉光原潜水艦長5名が待っていた。 艦長たちはトリスに対し日本海軍上層部の潜水艦に対する無理解へ不満を訴えている。三36潜水艦は日本で整備を受け6月に再び南方へ出陣。アゴー作戦に作動し米海軍部隊の攻撃に向かったがサイパン島付近で米駆逐艦によって撃沈された。この作戦で失われた日本海軍の潜水艦は20隻中12隻。 川島ら、両36潜水艦戦死者は、総員の77名である。日本海軍の潜水艦関係者は、新珠湾攻撃の時から、潜水艦は、小船攻撃に当てるべきであるとの意見を持っていたが、海軍上層部の方針で、警戒厳重な敵艦艇への攻撃や、白地への侵入、さらには、輸送に用いられ、次々と戦力を失っていった。 こうした日本海軍の潜水艦の用法に対し、米海軍の二密原水は、日本海軍の勇敢でよく訓練された潜水艦乗員は、一つの変更した方針及び禁岸指摘な最高等水部によって、鉄塔鉄尾、無益に消耗され、また全力発揮を妨げられたように見受けられたと述べている。公式には7月12日。ありがとうございます。